さんこんにちは、アーリーチャンネルです。今日は焼肉食べに来ました。ありがとうございます、ありがとうございます。土曜の昼は焼肉ランチ、イエーイ。焼肉ランチ安楽亭ですよ。あー着いたよ。じゃあ頼みましょう。はい、私はちょっとよくお肉のことに関しては分かんないのでお任せします。よろしくお願いします。恥ずかしい。注文完了しましたよ。はい、じゃあドリンクバー持ってきてください。いきます。パパセンス、うん、毎回センス。いってきます。はい、どうぞ。Thank you. 何なんでしょうか。ね、正解ですね。ナイスセンス。当てられちゃいましたね。あおちゃんはメロンソーダ。その後はもう飲みたいの決めてたよね。あ、そうなんだ。そう、シシレモンとかもあったし。あ、ほんと。ペプシもあったから、うん、あとなっちゃんもあったから、その3種類は飲みたいです。何言ってるか分かりません。あら、いただきます。はい、どうぞ。やばい。しかもめっちゃ入れてる。氷入れたらまたなっちゃった。おいしい。お腹すいた。はい、到着しました。イエーイ、うまそう。じゃあいただきます。いただきます。いただきますよ。はい、いますよ。怖いけど、どれ？やってください。これで。タンでもいいし。姉さんも頼んだので別でね。怖い。怖い。やってます。ちょっと投げ気味だよな。ちょっとこう投げる感じで入れるよ。本当だよ。しょうがない、しょうがない。あおちゃんのリクエストです、今日は。肉がついていて、叫び出したから。そんな叫んでないよ。昨日の夜、肉が食いていて叫び出した。そうだ。あおりチャンネル家もね、今話題のカメラ買っちゃった。YouTuber さんがみんな使ってるやつ。あそうね。買っちゃった。買っちゃった。だから今、撮るの楽しい。編集も楽しい。編集は一緒。一緒かい。うちはね、パパだけ箸がないんですよ。私も箸ない。うそ、待って。あ、ママだけですよ、箸があるのは。箸ないよ。え、ママもないよ。驚いちゃったないよ。はいよ。はい、パパ。はい。写真撮りたい。もういいんじゃないですか。いくよ。いただきます。いただきます。すげえピントがあった。でも、商品紹介するときもこっちやんなくて。うん、あ、でも、やったほうがいい。うん、うまい。また食べな。あ、ちょっと、あ、取ろうとしたら肉なくなってた。焼くから。いただきます。はい、食べて。じゃあ、場所替えね。席替えをします。パンうまっ。早っ。パンうまっ。いただきます。はい。暑いか、まだ暑くないよ。多くね、多くね。うん、遠いね。お肉が寄せて寄せて、お皿ごと寄せて。そういうこと、そういうこと。
べてますわ。うん、超食えじゃん。でもうますぎてやばいよね。もう本当にうますぎてやばい。幸せそうですね。本当美味しい。じゃあ食べましょう。はい。やば。やば。うまそう。うまそう。ピンクどうだった今？バチッとあった。すごい美味しいね。はい。おちゃん部活はどうだい？楽しいよ。楽しい？まだこの現時点でまだ2回しかやってないけど。ああ。雰囲気はどう？いやもうめちゃめちゃ良きよ。どうだった？楽しい。なんだっけ、発声練習とかやってんだよね。うん、本当に無理早く。滑舌が良くなっていいんじゃないの？部活やったらね。なんかダンスみたいなのもやってんでしょ？うん。いいね。大会とかあるって？あるらしい。いや楽しみだな、見に行くの。まだどういうジャンルの演技をやるかだよね。焼き肉食べ終わった後は今日は予定何もない。あ、ライブやる。あ、ライブね。帰りどっか寄りたいところあれば。百均。なんで？百均好きだから。あ、部活でね、なんかちっちゃいノートを使うとか言ってて、結構メモするときとかあるから持っといて。あ、メモ？そう。そう。店よりも持ってんじゃないの？メモ。いらない。やばほど。そうだったね。娘、テンス。あ、持ってきちゃえば。頼みます。はい。うまそうでしょ。美味しいよ。ほら、美味しそうでしょ。食べたくなるでしょ。羨ましいでしょ。面白いよね。ノーコメント。暑いのよ。暑いわけ。ほらあれじゃん。友達の結婚式行ったら同級生にお前高田純次みたいだなって言われてたじゃん。そうだよ。うちの娘覚えてる。何乗ってくるの？来た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 。でれー。なんだ何のセンスだ次は。これ。シーシーレモン？あ、正解。おぉ、いいんじゃない？正解。ナイスセンス。ナイスセンス、2回もらったね、おちゃんね。で、じゃあ、お小遣い1000円ということで。ちょっとあなたさ、今月お小遣いもらってないの忘れてるでしょ。すっかり忘れてるでしょ、今月お小遣いのこと。お小遣い決めやってない、ね、お小遣い決めやってないもんだ。忘れてた。余裕ですね、随分。お小遣いもらわないで平常心で入れるなんて。まあ、確かに出かけられなかったからな。財布持って出かける機会がねえもんな。最近友達と遊ぶようになったから、お金が減ってきた。うん、減ってきた？そうそうそう。言わないでおこうかなと思ったんだけど、うん、いつになっても気づかねえから。そうそう。優しいでしょ？優しいね。うん、お腹いっぱいになってきてる。お腹いっぱいになってる。お腹いっぱい。いや、すごい遅れた。お小遣い決めやんなきゃね。ゲームなくなってきた。そうだ。
なんですね。興味津々、新しいと思います。初めてカメラ見た、お猿さんみたいになってる。何よ、いいよね、カメラ。肉が美味しいわけ。うん、羨ましいでしょう。完食か。あともう少し。もう少し。お腹いっぱい。こういうのがついてきましたよ。やったね。アニンドー。急に来たときにおかしくなってる。これは箸で食べるのかな。そんなわけないです。え、サンキュー。あぶね。スプーンの使い方わかんなくなっちゃった。うん、うんって。あ、おいしいよ。知ってる、知ってるよね、知ってる、おいしいの知ってる。うん、うまかった。早っ早っ。綺麗に食べてる。じゃあ完食。うん、ナイス。すごい。まだほら、まおちゃんデザートがアニドーがあるよ。うわ、アニドー。なんで真似したの。いや、真似してないよ。いや、ちょうど戻ってきた時、そういう声になったら、アニドー。いただきます。ちょっとコーヒーは。いや、おはよう。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになった。じゃじゃーん、完食。もう今日夜ご飯少しでいい。おやつもいらない。言ったな。あ、そう。でも、まおちゃんお昼が一番食べるんだよね。そうなの。はい、ということで今回は土曜日に焼肉を食べに来ました。ありがとうございました。はい、ごちそうさまです。美味しかった、めっちゃ美味しかった。お腹もいっぱい。またこういうね、どっか外食行きたいです。行こうね。はい、それじゃあまたね。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そしてTwitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。